麗な桜ですね。桜がお好きですか？はい。ご存知ですか？桜の下には死体が埋まっているんです。死体ですか？桜の花が毎年こんなに綺麗に咲くのは、その下に死体が埋まっているからなんですよ。桜の花びらはね、本当は白いんですよ。雪みたいに真っ白なんです。じゃあなぜ桜の花びらは薄紅色か知っていますか？その木の下に埋まっている死体の血を吸っているからですよ。桜の下にいる人たちは苦しくないんですか？賭けをしましょう。賭けを？そう、賭けを。君と僕がまた会えたら。すみません、風の音でよく聞こえないよ。お客さん、電車が来ますよ。どちらまで行くんですか？お客さん、お客さん、ほら、しっかりしてくださいよ。まもなく1番線に上り電車が参ります。白線の内側まで下がってお待ちください。あ
被害者は西村郁美23歳 OL、 死因は鋭利な刃物による失血死。容疑者は線路伝いに逃走中。繰り返す、容疑者は線路伝いに逃走中。逃げ去った男の人相をもう少し詳しく。いえ、それが遠かったのでよく見えませんでした。唯一の目撃者なんだから、なんとか思い出してくれんかね。河野さん、地下鉄の中にこれから人を入れて捜査するのは始発時刻の関係で不可能らしいです。ラッシュに紛れ込んで改札を抜けられたらどうしようもないですね。どこまで計画的な犯行なのかな。じゃあ犯人は捕まらないんでしょうか。目撃者は君だけなんだよ。まもなく現場に到着します。はい。地下鉄に住んでいるわけじゃあるまい。地下で捕まえられなきゃ表で捕まえるまでだ。よろしくお願いします、ミレイさん。はい。大丈夫ですか？何者なの、その女？霊能者なんですか？僕も最初はそう思ったんですけど。ショックだったでしょ、あんなもの見て。あんなもの？人が目の前で殺されるなんて。どうしてそれを。忘れなさい、できるだけ早く。忘れてもらっちゃ困るよ。これからモンタージュの作成だ。あなたもですよ、ミレイさん。僕も最初は霊能力者かと思っていたんですけど。不思議だったわ、あの電車の中に鳥が飛んでいたのよ。鳥？あの鳥はあなたが飛ばしたの？ええ、僕は陰陽師なんです。ポストコグニションって知ってる？え？ポストコグニションですか？ええ。話には聞いたことがありますが、本当にいるんですね、世の中には。ええ、何の話？予知能力ってわかりますよね、北斗ちゃん。これから起きることが見えたりする、あれでしょ？未来というか、これから起こることが分かる予知能力のことをプレコグニションって言うんですよ。ポストコグニションっていうのはこの逆です。この逆って、じゃあ、あの、亡くなられた方よりも頭半分高かったようでした。被害者の身長160センチプラス平均的日本人の頭のサイズの2分の1 12.5 センチをプラスして、被害者の女性は5センチのヒールを履いていたから、容疑者はあなたの見た感じよりも少し高め、170から175センチくらいね。切れ長の目、整った鼻、薄い唇、ストレートの短い髪、左耳だけにピアス。
私は過去を見ることができる。その場所で過去に起こったことが見えるのよ。でも過去が見えるって言っても、過去の時間は無限にあるって言いたいんでしょ。そう、確かに過去は無限よ。じゃあ一体どうやって。私はね、過去を目で見るんじゃないの、この指で見るのよ。指で？人が殺されたり襲われたりするとね、その時の恐怖や痛みや悲しみがその場に飛び散るのよ。そうね、しぶきのように。私の指はそのしぶきを読み取るのよ。そこに残された人の感情を読み取るの。センサーね、その人の指って。人間の気を測るのに手をかざしたりするでしょ。手のこの部分ってとっても敏感だものね。ですからその方はいつも手袋を手放さないんですね。そうしないと何気なく触れてしまったものから強烈な過去を引きずり出してしまいますから。じゃあさっきのあの時もあなたには見えていたんですか、その様子が。ええ、見えていました、はっきりと。その瞬間が。私は随分いろんなものを見てきたんです。この指で普通の人なら絶対見ないような、そんな光景をいっぱい見てきたんです。ねえ、知ってますか、人が人を殺す瞬間の顔がどういうものか。私は知っているのよ、その時人の顔がどんな風に見えるのか。僕も見たことがあるんです。あなたほどじゃないかもしれないけど、僕も見たことがあるんです。そうよね、スバルだって普通なら見なくて済むようなことを見てきてるものね。それが分かったんですね、彼女には。スバル君ならその気持ちを分かってくれるって。でもどうしてその人がそんな光景を見なきゃならないのかな。私にとって必要のない光景であっても、それはある人たちにとっては必要な光景なの。警察にとってですか。違うわ、被害者よ、その事件の。指で過去を読み取る、とんでもない能力を持ってしまったものですね。超能力者の存在は昔から悲劇が多いですからね。どうして？みんな羨ましいんですよ、自分にない能力を持っていることがね。それがどんな能力であっても。今年の春に巡り合った人がいますね。ええ、その人を大切になさい。はい、私幸せになれますよね。ええ、あなたの努力次第よ。おばさんの占い、気持ち悪いくらいよく当たるって友達が言ってたんですよ。来てよかった、ありがとうございました。お幸せに。はい、次の方。お姉さん美人だからおまけしとくね。ありがとう。待たせたね、ミレ。ううん、いいよ。はい、これ母さんの。珍しいね、私と全く逆の手相だよ。どうしたの、急に昔の話なんてして。あの頃の私は見えてしまうたくさんの未来の重さに押しつぶされそうになっていて、いっそ占いなんてやめてしまおうかって。そんな時、小さな手で一生懸命過去を受け止めている小さなお前に出会って。お母さん。そう呼んでくれるのはお前だけだったね、ミレ。え？分
れの時は近いよ。ごめんなさい。私には何もできないの。私には何もできないの。眠れないの、スバル。もしもこのままあの犯人が捕まらなかったとしたら、また同じ事件が起きるんでしょうか。あの人はこれからもずっとあんなに辛い光景を見続けなければならないんでしょうか。かといって僕に何ができるってわけでもないんですが。ミレーさんって言いましたっけ。あの方は長い間かなり無理をなさって、ご自分の能力に真正面から立ち向かってこられたようですね。少し心配ですね。スバルはこの事件に関しては単なる目撃者なんだから。でも、また始まった。スバルは何でもかんでも自分のせいにするんだから、うん、人間が一生にできることなんてほんの一握りなんだから、自分にできることを一生懸命やることはすごくいいことだと思うわ。でもそれもまず自分自身の健康あってのことでしょ。よく食べてよく眠って、それから人のことを考えなさい。北斗ちゃん、そういえばせいちゃんこんな時間にコンビニで何してたの。スバル君が呼んでいるような気がして。愛するものはやっぱり惹かれ合うんですね。ヒューヒュー、ポイント高いわよせいちゃん。これでまた一歩スバルとの愛の日々に近づくわね。北斗ちゃん、もう。あれ、この前建てたばかりのビルなのにもう壊しちゃうの。何してるんだろうこんな時間に。こんばんは。何してらっしゃるんですか。こんばんは。これですか。ビルの破片を集めてるんです。ビルの破片。へえ、面白そう。あ、北斗ちゃん。趣味で集めてるんですけどね。動物や昆虫は標本などで保存されているのに、建物だけはただ建てられていらなくなると壊されてしまいますから、なんだかかわいそうな気がして。建物の破片にはいろんな思いが残っているんですよ。ふーん、面白そう。見てみたいな。近くですから今から見にいらっしゃいますか。行く行く。ちょうどコンビニ御用達の美味しいケーキもあるし。北斗ちゃん、ご迷惑では。いいんですよ。でも足の踏み場もないくらい散らかってますから、驚かないでくださいね。足元に気をつけてくださいね。すごい。自分の趣味でやってますから、きちんと整理しているわけじゃないんですよ。こんなにいっぱいあってどれが何の破片かわかるんですか。ええ、見ればわかりますよ。これはホテルの一部ですね。インデックスもないのにどうしてわかるの。これは何だか分かりますか。コンクリートから骨のようなものが。ええ、骨なんです。では何の骨だと思いますか。人の骨ですね。そんな。多分事故か何かでコンクリートの中に埋まってしまったんでしょうね。これは高度経済成長とか言ってみんなががむしゃらになって
この町を作っていた頃に建てられたビルの解体現場で見つけたものなんです。殺人かもしれませんよ。それはありません。これは事故です。殺人かどうかは破片に触れてみればわかります。触れてわかる？この人もしかしたら。もしもポストコグニションと呼ばれる人間がこの世に一人じゃなかったら、もしもそのポストコグニション同士が出会うことができたとしたら、その時その過去を見ることのできる指がお互いの指に触れたとしたら、一体何が見えるのだろう。ミレイさんの協力がなかったら、川から上がった変死体がまさか地下鉄殺人事件の始まりだったなんて誰も思わなかったでしょうね。鉄橋から衣服の一部と毛髪が見つかってるんだ。信用しないわけにはいかないだろう。河野さん、至急彼女と連絡を取ってくれるか。はい。お母さん、今度晴れたらどこかに行きましょうか。静かでのんびりできるところがいいよね。私たちって本当の親子みたいだったね。どうしたの？今日のお母さん少し変。嬉しかったよ。あんたのような不思議な力を持った子と巡り会えて。でも、それももう終わり。どうして？私は気味が悪いほどよく当たる占い師なんだよ。それはお前が一番よく知ってるじゃないか。お母さん。人はね、いつか出会えるものなんだよ。自分を理解してくれる人とね。お母さんよりも？そうだよ。誰のことなの？この家は近々取り壊されることになったそうです。もう12年になります。もう一度この家に足を踏み入れることになるとは思いもしませんでした。私にここで起こったことを再現しろと。どうしても気にかかることは。あなたの力を貸してください。12年前、この家で何が起こったの？あなたはそのガラスの瞳にどんな光景を焼き付けたの？河野さん、遅くなってすみません。ミレイさん。
また会ったわね、スバル君。12年前、あの家で無理心中事件が起きて、幼い少年がたった一人残されました。少年課にいた時、傷害事件を起こした彼と再会しましてね。その時、少年が言った言葉が頭から離れないんですよ。動機？そんなものないですよ。ミレイさんの力って本当にすごいですよね。そんなこと。ミレイさん、辛くはないですか？自分が普通じゃないって思い知らされた時はちょっぴり悲しかったわ。でもそんな私でも決して一人じゃないって気づいたから。コンクリの破片？目で見ればそうよ。でもね、何を見ているの？どうして壊すの？もういらなくなったんだよ。ここに人が埋まってるのに。見えるのかい？君は指で。うん、ぼんやりとだけど。下がって。これを持っていて、いつかまた会うことがあるよ、きっと。約束してもいい？約束？そう、約束だ。いつかは会えるの。私に何か？すみません、そこは僕の。はい、110番です。どうしました？緊急指令、中野区中央地下鉄5号線上中野駅、車内で丸殺発生。野方署、面波と2号、これより急行する。畜生。河野さん。会社は？中年の女性で、身元はまだ不明です。やられましたよ、考察です。会社の身元につながるようなものは？大きなショルダーバッグが一つ、中身がちょっと変わってるんですが。お母さん。ミレさん、よかった。河野さん、会わせてください、母に。お母さん、別れってこのことだったの？河野さん。本庁の連中が動きました。マル秘を絞り込んだようです。バカな。4時に捜査会議だそうです。4時？あと20分じゃないか。スバル君、タクシーを呼ぶから、すまないがミレイさんを送ってくれないか？はい。3人の被害者につながりなんてなかったんです。本庁のやつらは相当焦ってるな。刑事さん、犯人は捕まりますか？大丈夫、任せておけ。
運転手さん、お願いします。送ってくれてありがとう、スバル君。本当に一人で大丈夫ですか？私はあなたの方が心配。最近あまりよく眠ってないんでしょ？大丈夫、もうすぐ事件は終わるわ。え？ええ、だからスバル君は心配しないで眠って。あ、ミレイさん。キリコさん、お気の毒でしたね。会議をすっぽかしてこんなところで何を？合同捜査会議のことですか？あんなもの無能な連中の茶番ですよ。スバル、おかえりなさい。食事してないんでしょ？待ってて、今すぐ温めるからね。ありがとう、北斗ちゃん。でも食欲がなくてごめん。起きたら食べるから、おやすみ。スバル、にゃー。よく決心してくれました。犯人の顔を知っているのはあなただけですからね。おとり捜査は禁止されているのでは？大丈夫、最高裁も黙認しています。 FBI では日常的に使われている方法です。あなたは私が責任を持って守ります。0時30分発の丸の内行きの3両目ですね。忘れないでください。必ず進行方向右側の最後部に座ってください。そこが奴の指定席ですから。指定席？11時にお迎えに上がります。地下鉄乗りに行くの？もう4日も連絡が取れないんだ。地下鉄でミレイさんに会えるかもしれないから。それに僕にも何かできるかもしれないから。本庁の墨田刑事が彼女を連れ出して地下鉄に乗ったそうです。ミレイさんを？どういうことだ？0時30分発の上り電車らしいですから、飛ばせば途中で捕まえられると思います。先に行ってください。
何度も言わせるなよ。そこは僕が座るところなんだよ。嘘、たったそれだけのことで三人も殺したの。河野さん、これはおとり捜査にまで手を出すなんてな。死んじまったらキャリアも何もねえじゃねえか。ミレイさん、許せない。スバル君、お宅には一応連絡入れておきますから。ありがとうございます。心配いらないって伝えておいてください。気配が消えた。さあ、今度はあなたが逃げる番だ。僕よりもトンネルの中でうまく逃げられれば見逃してあげる。一生懸命逃げなきゃダメですよ。鬼は交代だ。銃数える間だけ待ってあげますから。スバル君の乗った電車は途中で止まっているようです。誰かがスバルを殺したら私がそいつを殺すわ。スバル君は大丈夫ですよ。この先に地下鉄の車庫があって線路が地上に出ているらしいです。先に行ってスバル君を驚かしちゃいましょう。姉ちゃん、残りの銃弾は3発って分かっていますか？安全のために4発しか詰めないうちの1発はあの刑事が撃ちましたよね。残り3発、確実に頭か心臓ですよ。でないと僕があなたを殺します。ここで待っていてください。せいちゃん、傘！もうじき雨は上がりますから大丈夫です。本当惜しかったね、お姉さん。
もう少しで心臓だったのね。さよなら。そこのはしごを使って早く外へ。スバル君、彼女が危ないんだ。ミレイさん、スバル君、しっかり捕まっていてください。約束でしたね。きっと会えるって信じていました。
死んじゃいな。あなたにスバル君は渡しませんよ。彼は私の獲物ですから。すみません、風の音でよ。あの人にとって人を殺す理由なんてどうでもよかったんです。だから自分のテリトリーを侵すものっていう理由を無理やりつけただけだったのかもしれません。スバル、スバル、北斗ちゃん心配したんだぞ。スバル、ミレイさんは？あの人はもう大丈夫。あの二人は行ってしまわれたんですね。不思議ですよね。まるで出会うことが必然だったような出会いって。あら、せいちゃんとスバルだって出会うべくして出会ってるのよ。そうなんでしょうか。さあ帰りましょう。スバル君、愛するスバル君のために腕を振るって美味しい朝食を作りましょう。せいちゃん、朝はやっぱり和食だよね。アジの干物に水戸納豆、わかめとお豆腐のお味噌汁もつけてね。はい。